ちゃんと。ハロジニスマイさん、めちゃくちゃ店が綺麗になっています。ターミナル2も大概駅から遠かったんですけど、ゲート B シリーズ B の31から49はここから15分歩けという位置にあるようです。歩きます。はい、今まで史上最高に長いスライダーです。到着しました。ここはユナイテッドのラウンジになります。久々のファンタです。イリーのホワイトコーヒーですね。ブラッドホワイトかとヨーグルト。食事を取り忘れました。デザートアイスサンデー、しかも一口食べてしまいました。空港で、COVID に関するアンケートのようなものを書かされまして、それから、鼻の粘膜をこうクリクリする、あんま奥でなくていいって言われていたんですけど、綿棒をもらって、その綿棒も回収されたんですけど、そのお礼にいただいたのが、抗原検査キットでございます。初めて手にしました。Mwen yon kamal, mwen yon akal ap ngay la yon fèm de, yon di gwen yon si spek la de. Mwen bagay yon te di vey fin, mwen yon fin yon fèm de. では、ここからルームツアーを始めようと思います。これ入り口ですね。で、今がこんな感じで、寝室がこんな感じですね。そして、クローゼットクロークがあってのお風呂。あ、電気がついてない。電気はどこでつけるんでしょうか。はい、さすがに浴槽はないですね。
でしょ、うん、お茶などとおつまみ、これは有料ですね。そして冷蔵庫、もう有料の品物で詰まっております。で、重さで感知して自動的に課金されるということだったのですが、私物入れるための、冷蔵庫も持ってきてくれるということなんで、お願いいたしました。33階ですかね、結構高いところに、ああ怖い、下が怖いです。明日の夕方からハロウィンの大パレードがあるらしいです。ダウンタウンの方なので、明日夜オペラ座の怪人なんですけども、そのウエストエンドあたりはそのパレードには引っかからないということでした。ビール、これでスノーリーだそうです。